私の名前は川内凛子です。写真を使って作品を作っています。この家に引っ越したのはもともと自然の近くに住みたいなっていう思いがずっとあったんですけども、東京からそんなに離れてなくて、川の近くに住める場所っていうのを探してたんですね。忙しくてもなんか一回戻ってくると自分の中で戻れる感じというか、そういう場所になりましたね。やっぱりこれ確か日本の群馬県だったかな、花火大会を撮ったんですけど、なんか光が降ってきてるみたいな感じがして面白いかなと。そう、2階が仕事場だから、階段登ってくる途中でもう仕事モードにチェンジできるというか、お米を炊いてる間にメールの返事してみたいな。ずっとここにいると詰まってくると、下で洗濯したりとか、そういった家事とこの仕事のバランスがちょうどいいというか、ビジュアルの作品を作っているので、割と小説だったり詩だったり文字の作品からインスピレーションを受けることが多くて、一番インスピレーションを受けているのが短いこういった散文だったり詩が多いですかね。例えばこの本とこことここの間の、これが1枚のじゃなくて2枚になることによって、それがページになっていくことによって、だんだん広がりが出てくるんですよ。そういったものをこういった詩のテキストとテキストの行間とか、テキストとテキストのつながりからインスピレーションを受けてるっていうか、全然違う言葉同士が組み合わさることによって、違った感情が生まれてくるっていうのが、自分の作品にとってもそれはすごく大事にしているところなので、2019年は自分が出産を終えて約3年後、主に子どもの面倒を見ることがメインの生活だったので、そろそろ写真家としての自分の生活っていうのをもう一度取り戻したいなっていう気持ちがあって、全然違う場所に行って自分自身と向かい合いたかったっていうのがあって、すごく遠い場所でどこに行きたいかなと思った時に、20年ぐらい前にアイスランドに行ったことを思い出したんです。で、場所に行った時に自分がすごく小さい存在だなっていうふうに思えたことを思い出したので、思い切って行ってみようと思って行ったのがきっかけですね。で、そこで撮った作品と自分の家の周りで撮影した景色と混ぜ合わせて作ったんですけども、タイトルを ME にしたのは、マザーアースの頭文字を取って M と E、 続けて読むと Me、 私自身になるっていうところが、私がアイスランドに行った時に実感した感情と一致するなと思ったんですね。普段は俯瞰して見ることができない地球の存在をすごく身近に感じて、自分が地球という星の上に立っていることを実感できたっていうことが大きかったんですね。自分が母になって初めてちゃんと制作した作品っていうのもあるし、貧富の差関係なく、いろんな人がコロナにかかって大変な思いをしたんですけども、逆に自分たちがこの星の中に、一つの星の上に生かされていて、つながっているんだっていうことを改めて気づける機会にはなったのかなっていう思いもあったので、いろんな思いを込めてそのタイトルにしたんですね。で、無意識の中に思っていた気持ちが作品を制作する、過程の中でだんだん明らかになっていくんですね。そうすることで自分が何を考えていたのかっていうことが、自分の作品から逆に見せてもらえる。ことがあるので、そういった過程が自分の人生において、とても豊かになる過程だと思っていて、そうすることで自分自身とこの世界とのつながりっていうことを実感できることが、作品を作ることにおいて重要だなと思っています。
自分の作品を見てくれた方に自分の思いを押し付けたくはないんですけども、子どもたちが未来を背負っているっていうことを忘れないで、その子どもたちが育っていくために、もっと美しい環境を守っていきたいし、大人たちがそれを見せなくてはいけないっていうことを、どんな国に住んでても、その思いを一緒に新たにしていきたいなっていうふうに思っているので、私のそういった思いが伝播していくといいなというふうには思っています。